ここでは分割割合の決め方と財産分割の方法を理解していただきたいと思いますまずは分割割合の決定方法について分割割合の決定方法は全部で4つあります一つ目が指定分割といって遺言で指定された割合で財産を分割するものですもう一つが協議分割といって遺言がない場合などに 話し合いによって財産を分割するものですそれでもしこの協議分割がまとまらなかった場合第三者を交えて話し合う調停分割という方法が用意されていますそして調停分割が整わなかった場合は仕方がないので裁判によって決める審判分割という最終手段が用意されていますちなみに協議分割がまとまらなかった場合 調停をを経ずにいききなり審判分割をすることはできません裁判は戦争のような後味が悪いものですからまずは話し合ってくださいということです最後は財産分割の方法について財産分割は相続財産をそのまま分割する現物分割が基本ですただし相続財産の大半が家や土地などの不動産で現金がわずかである場合 不動産と現金というふうに分けると不公平が生じますこのような不公平に納得できない場合には管価分割や代償分割という方法があります管価分割は相続財産をお金に変えるというもので例えば相続人が2人いるのに相続財産が1,000万円の不動産しかない場合不動産を売って現金にして500万円ずつ分けるという方法ですただ 緩和分割をしてしまうと思い入れのある財産を手放さなくてはいけないというデメリットがあります。そこで手放したくない財産がある場合には代償分割という方法が考えられますこれは例えば先ほどと同じケースで不動産を片方の相続人に承継させて不動産を承継した相続人が承継しなかった相続人に対して 自分のの貯金から500万円を支払ううというものですそうすると不動産を承継した相続人は1,000万円の不動産を手に入れて500万円を支払うことになりますから差し引き500万円のプラス一方不動産を承継しなかった相続人は単純に現金500万円のプラスとなって公平な財産分割が実現するという仕組みです。 それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。